星名正澄原文2年5月28日は、江戸時代中期から後期の江戸幕府旗頼合席、旗本より愛石。井の藩士家分家の旗本、星名家の第三代当主、意名川正澄。陽名は、風二郎。通称は、九内、内記仁四郎。官位は、十五位下、淡路守。養父は、星名忠政。実父は、岡部勝政、実母は、 渡辺綱貞の女。性質は、星名正し西洋女。子は、星名正勝、娘、星名正友も、岡部常盛など三男二女。国三家や山田奉行を務める。国高は、上野国軍馬軍、東軍のうち二千五百国。実家は、岸和田藩鹿文分家にあたる岡部家で、岡部長盛の次男を岡部与え県を祖とする家である。上京二年三月一日に、 徳川綱吉へ初おまみをし、後に、星名正し聖の養子となる。法営六年に、諸院番氏に列し、聖徳二年に、養父の家徳を相続する。教法五年一月十一日に、使い番となる。また、土佐藩主に、幼少の山内豊恒が就任したために、同年七月一日に、国目付として、土佐藩高知山に派遣される。 共法6年には不意を切ることを許される。共法11年8月7日に、第20代山田奉行となり、同年10月28日に、15位下、淡路守に助任される。共法17年8月18日に、山田奉行を辞し、寄り合いに列する。なお、同年観光の須原や茂平イクライ館では、伊勢山田町奉行に、2500国虎の御門内ほか、 淡路守との記載が見られる。原文元年11月26日に隠居し、翌年死去した。去年61、法名は吉明。墓所は麻布の天までら。ありがとうございます。